層から雨水が漏れ、東西に住む通路の一部が浸水しました。地震波は掃除ドームを蹴り、排水作業に追われていました。工事現場の崩れた足場なんですけれども、隣のマンションにまで倒れかかっています。墨田区では錦糸町駅近くのビルで外装工事の足場が崩れかける被害。道路に規制が敷かれましたが、けが人は確認されませんでした。台風13号は昨日夜熱帯低気圧に変わったものの、雨雲は各地に被害を出しながら北上を続けました。福島県では線状